はい、ストックインアメリカです。今日作るのはもちブラウニー。それでは作っていきましょう。質問や感想をコメント欄でお待ちしています。はじめに中くらいのボウルの中に白玉粉またはもち粉 180g、 私はこちらの粉を使っています。グラニュー糖 140g、 塩小さじ1/4、ベーキングパウダー小さじ1、無糖ココア 45g を入れ混ぜておきます。別の大きめのボウルに無塩バター 65g を溶かし、卵2個、バニラエッセンス小さじ1を入れ卵を溶きほぐします。ここへ牛乳 325ml を入れ混ぜ合わせます。粉類を入れダマがなくなるまで混ぜ合わせます。8×8 インチの型に合わせてオーブンペーパーを引きます。オーブンペーパーを型にセットしたら生地を流し入れましょう。チョコチップ 100g を全体にまんべんなく入れオーブンで焼きます。もちブラウニーが冷めたら包丁をお湯で温めながら切っていきます。ブラウニーを切るごとに包丁はタオルで拭いてから切るときれいに切れます。エッジはカリッと、もちもちで美味しいブラウニーができました。とっても簡単に作れるので、皆さんもぜひ作ってみてください。今日も見ていただきありがとうございます。もちブラウニー作ってみたいなと思っていただけたら、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた。